こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回は質問があったので、セッティングについてお話ししたいと思います。ドラムのセッティングってどうやってすればいいのっていうお話なんですが、これはもう体格によって人それぞれなんですけど、基本がすごいちゃんとあって、要はこういうスネアとかタムに対して、要はスティックがリムショットギリギリ、ここもう平行ギリギリに叩ける距離っていうのが一番いい角度がね。だから例えばこれなんかだったら、リムショットかけようと思うと、こういうふうにちょっとの角度で変えれる。だけどこれ低すぎると、もうあんま変えれないですけど、低いとここに当たってしまったりとか、まあ高くするスネアの人は、スネアをすごく高くしたい人は、こうスネア上げて、こっちだね。こうですね。そうすると、リムだけ当たってっていうのがやりにくい場合は、角度をもっとこっちにする。で、右も左も。これこっちだとすごいセッティングしやすいですね。マッチの方がセッティングしやすいし、こっちのレギュラーになってしまうと、レギュラーは結構左手をこう落とさなきゃいけなくなります。なんで、レギュラーグリップの人はもともとやっぱり馬で持ってた頃の時代みたいに、こう角度をすごく変えてですね、こう一時期少し前にニューヨークで流行ったスタイルの叩き方が、こうここを前傾させておいて、体こう乗せてこう叩くみたいな。これもすごく理にかなってるというか、こうレギュラーがすごくやりやすくなる。で、タムに関してもそうで、タムに関してもこう、この左手もリムショットかけれないと使うんです。なので、タムも僕は一時期はすごくこうしてましたね。こういうふうにこう斜めになるように。要はこうスティックがこう、リムショットギリギリだと、これがボールとするとまっすぐ落ちるんですけど、これぐらい斜めになると、もうスティックがこうなってしまうわけですよ。ボールがこう来たら、本当はボールはこっちに来たはずなのに、こっちに返されるってことは、基本的には合理的ではないってことですね。音が詰まってしまうんですね。で、前も説明しましたけど、ジャズの場合は詰まった音をあと使う。そういう場合はいいんですが、詰まった音しか出ないようなセッティングは良くないということですね。跳ね返らないし。だから前回に引き続きなんですけど、テンポが速くならない人っていうのは、やっぱり姿勢が悪かったりします。フォームが悪かったり、セッティングが悪かったりしますんで、セッティングが悪い状況でどんなに頑張ってやっても跳ね返ってこないんで、そうすると結局手で動かしてるだけになっちゃうから、ある程度のところで止まってしまう。フロアタムなんかもそうですけど、僕結構こっち上げるんですね。ちゃんとリムショットどっちもかかるように。リムショットがかかるのがスッとできて、であれば、タムが例えばここにあったとしても、角度がうまいことセッティングされてあれば全然大丈夫なわけですよ。で、シンバルに関しても、結構叩き落とすのが好きな人とかは、もうバディリッチなんかはフラットにして、もうこう水平にして、結構低めに叩き落とすタイプ。上で、僕の師匠の斉藤淳さんは、昔はここにシンバルを設定してました。そうすると、こう楽なんですよね、ここが。で、ちゃんとこう当たるように。前回、そのサイモン・フィリップスさんとのちょっとお手伝いしたんですけど、その時は彼はこっちとこっちにライトシンバルがあって、で、どっちも、あの人どっちスイッチャーなんで、こっちで叩いてましたけど、どちらにしろやっぱシンバルがすぐパッて平行で、こういう画面に対してスティックがこういうふうに落ちるような、そういうところにちゃんとセットしてましたね。だから自分の体をそんなに動かさなくても、そこに行くっていうようなスタイルが一番便利だと思いますね。あとはハイハットが、まあ、手前の方が好きな人もいれば、向こうの方が好きな人もいます。僕はバスドラよりも左足の方がちょっと手前の方が好きですね。だからこっちの方が好きっていう人もいるし、まあそこはもう人それぞれなので、自由にします。椅子に関しては、前の方に座った方が体重は乗せやすいので、演奏はすごくしやすいですね。しかもここが当たってしまうんで、
やりにくいっていう人が多いんで、僕が持ってるやつなんか自転車のサドルみたいにここがえぐれてないやつなんかありますけど、それだと結構深めに座ってもここが当たらないということで、まあ工夫されてるっていう感じですね。どれを取るかだと思います。なので基本今日お伝えしたかったのは、ダメに対してスティックがまっすぐ落ちるようなところにフットホームで行けるようにするっていうのが正しいセッティングなんではないかなと私は思います。以上です。ありがとうございました。